さあその向き変えましてこれより第2クォーターに移ります。これより2点が始まります。金沢大学セカンドダウン8、36ヤード地点よりセカンドダウン7の攻撃です。セカンドダウン9の攻撃です。さあランプへ入りました。しかしこれは富山ライフに踏ん張ります。ランニーバックに反動しまして中央突破展開しようとしましたがディフェンスフロント踏ん張りまして、このランによる原因はありません。サードに変わります。サードエイトの攻撃に移ります。金沢大学サードエイト、パス不成功です。パス不成功となりました。クォーターロックコーで左に展開したレシーバーにパスを投じましたがレシーバーがスイップ、これをキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。これ金沢大学は監督を選択します。金沢大学フォースダウン8、パンクフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る行為です。しかしこれによって攻撃権放棄となります。このパントはコントロールされゴール前エンドゾーン手前のところでとどまり、この試合コース交代となります。松本優斗選手の結果的には攻撃放棄という形になりましたが、しかしパントにより大きく富山大学を奥に押し込む形に成功しています。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかしその点を取る際にはそのボールをプレーを開始する位置が非常に重要な要素を生んでいます。ミスが起こった場合のその失点を防ぐためにもその余地は非常に大きな要素を占めます。そのバロメーターとして陣地というものをご覧いただければ幸いです。さあその意味では厳しい位置からの攻撃になります。富山大学自陣3ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ナイスパス成功、ファーストパス成功です。ここをパスで突破しました。クォーターバック12番、外から内へ切り込んできた81番にパス、これを81番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。富山大学ファースト見事パスキャッチしましたのは81番の竹中、金沢西高校出身の3回生です。そしてそれを巧みにリードしていますのが12番の森瀬です。川越東高校出身の3回生。さあ自陣12ヤードからのファーストアンテ、さあ中央にはプレーを展開します。一周点突破を図りましたがここは金沢を踏ん張りましてノーゲイン、セカンドダウンに変わります。1ヤードほどゲインしました。失礼しました、ゲイン1ヤードに訂正します。富山大学セカンドダウン9、ナイスケパスプレーに出ました。ここで右から走り込んできた84番見事にキャッチしまして攻撃権更新、富山大学ファースト。素晴らしいパスキャッチを披露しましたワイドレシーバー84番の町田、水口東高校出身の3回生です。さあ富山大学自陣20
7ヤードからのファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバックジュニアン強烈なラッシュをかわしまして左に流れてパスを投じました。ターゲット99番、しかしオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。しかし素晴らしいフットワークを見せています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。ここで負傷者のためのレフリータイムアウトが取られます。まだ第2クォーター途中ですが、双方とも凄まじい消耗戦になっていることを伺わせるワンシーンでもあります。さあ試合再開です。富山大学セカンドダウンテン、ボールオン自陣27ヤード。手前に2枚で芝を置いています。おー、ランです、ランです。ナイスカット、これはナイスディフェンス。ここでブロックペアが見せました。リバースプレー、一旦右に振りまして、その逆を突くカウンターのリバースプレーを展開し、相手の逆を突いてビッグゲインを図ろうとしました。しかしこれを金沢大学見事にパシュートを混転しまして、このラン阻止しまして、サーバーに変えます。ナイスタックルです。ロスタックルにより富山大学はサーダー11の攻撃になります。富山大学サーダー11。前に3枚置くパンチの体勢をとっています。大川瀬守備足ナイスタックル。さあ苦しい状況、しかしクォーターバックなんとか状況を打開、図らんと素晴らしいフットワークを披露しました。ディフェンス殺到し、しかも囲まれた状況、しかしなんとか食いくぐりまして前進しましたが、フォースダウンに変わります。ですが見事なパフォーマンスでした。素晴らしいです。クォーターバック12番のモイセです。川越東高校出身の高校アメリカンフットボール経験者のクォーターバックです。富山大学フォースダウン7、パントフォーメーションを取りました。パントの体形を引いています。しかも触れていたためどちらが抑えても構いません。抑えましたが富山大学、したがって抑えた富山大学のファーストアウトとなります。結果富山大攻撃継続となりまして、相手陣38ヤードからファーストアウト。手前2枚奥2枚の体形を取っています。ファーストアウト、成功。取りましたね。クォーターバック12番、ここでパスプレーを敢行。84番オーバースロー気味のパスを見事にキャッチしまして、約9ヤードのゲインに変えています。非常に厳しいキャッチでした。しかし見事取りましたのは84番の町田、水口東高校出身のプレイヤーです。3回生。富山大学セカンドの残り1ヤード、再び山田学の攻撃。
しようとしました。しかしそれを見計らって金沢87番モールツアーチャージかけ約3ヤードロスに変えました。いいラッシュからのナイスタックル、凄まじい対応を見せています。87番寺山でした。富山南高校出身3回生です。ここでウォータータイムに入ります。ここでウォータータイムに入ります。白熱した一戦となっております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。今日の富山大学の攻撃になります。富山大学サナンフォタッチアンで6点追加となっています。そしてトライフォーポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加。富山大学ファイアボス10点、金沢大学エバーグリーン0点とスコア広がっております。見事なタッチアンパスでした。左奥走り込んだワイドレシーバーディフェンスの隙を抜いて見事にパスをキャッチ、そしてカバーする選手を飛び越えましてエンドゾーンに入りましてタッチアンとなっています。見事このプレー決めましたのは富山大学84番竹中です。金沢西高校出身3回生です。タッチダウンにより再び富山大学はキックカバー。さあ富山大学のキックオフで再び試合は再開となります。アメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形にはなっています。攻撃は好調です金沢。さあ反撃なるでしょうか。ナイスキックですね。このキックエンドゾーンを越えましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合にはリターンチーム自陣25ヤードからの攻撃に変わります。ここはリターンを避けるためエンドゾーン奥まで蹴り込みました。しかしそれができる素晴らしいキック力を披露しました。ただいまのキックのタッチバックにより金沢大学は自陣25ヤードからのオフェンスとなります。さあ反撃なるか。金沢大学自陣25ヤードからのファーストアウト。中押していく。さあ中行った。ディフェンス囲いましたがしかし見事に前進しております。キャリア4番見事なスピンムーブでこのプレー5ヤードのゲインに変えています。今のランにより5ヤード6ヤードほどゲイン。ここは素晴らしい粘りを見せました4番の赤塚でした。水城高校出身の4回生です。昨年よりエースの赤塚その健脚衰えておりません。金沢セカンドファイフロアイのフォーメーションを取りました。中央が今度は富山を見せた。
僕は富江、赤塚の乱によって突破を図るんと再びボールを託しましたが、しかしこれは富山が組み止めます。ローゲインでサーダーに変えます。サーダーの後方の攻撃に移ります。関西大学サーダーオンファイブ。そこ行った。ナイス、ファウスト。いいランですね。ここで三谷赤塚に託しました。エースランナー赤塚、この期待に応えまして見事攻撃権更新果たしております。関西大学ファースト。ここはキャプテン素晴らしい仕事をしています。さあこれが一つのきっかけとなるでしょうか。関西大学自陣44ヤードからファーストアンテン、ファースター更新によりファーストの攻撃に移ります。さあ今度はクォーターバックに使えた。QB ドを一旦下がりましてからそこをフェイクにしてランを展開しようとしましたが、おっとここで QB に4番の赤塚が入っていました。ワイドキャットフォーメーションを取っていたものです。見た目はそのように見えませんが、クォーターバックのポジションにラインバック入るワイドキャットでここで2ヤードゲインとしています。関西大学セカンドダウン8。これは小山取れた。今度はそれをフェイクにし外に展開するランニングバック5番にピッチし右オープン展開を図りましたがノーゲイン。富山が対応しサーダーに変えます。これサーダーラインの攻撃に移ります。関西大学サーダンナイン。関西大学はソフトガンの体型です。パスを選択、パス不成功、オーバーソー。トーターバック2番右に展開していく9番にパスを投じましたがオーバーソー、パス不成功でフォースターに変わります。フォースターに移ります。カナザはフォースターナイン、パンフォーメーションを取ります。パンターは5番の松本ゆりと選手です。ショート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 、非常に危険なキャッチを見事富山は成功させまして、このボールその更新をギリギリのところで食い止めました。富山大学自陣27ヤードから攻撃を終えましてテイクオーバー、富山大学に攻撃変わります。27ヤードホールからの応援です。富山大学自陣27ヤードからファーストダウン10。山大学相対形を取ります。奥に決まります。失礼しました。カメラを振られまして失礼いたしました。プレイアクションから右に展開したレシーバーにパスを通しまして約3ヤード2ヤードほどゲインとなっております。成功しているので2ヤードほどのゲインです。ここで2ミリツを2分に入ります。ここで残り2分のためタイムアウトを取ります。今期より国内アメリカンフットボールで採用されている米国カレッジルール NCAA ルールに大きな変革がありました。前半後半の残り2分の段階でレフリータイムアウト、本来ならプロでしか採用がなかった2ミリツウォーニングが今期より採用になっています。アメリカンフットボールは先ほど申し上げた通り得点を奪い合う競技ですが、同時に時間をかけて時間を奪い合う競技でもあります。残り2分のせめぎ合い、ここからは時間をかけた戦いになります。その攻防にもぜひご注目ください。
タイムアウトが明け、富山大学のオフェンスが、さあ、スミツウォーニング解けまして、富山大学を攻撃、セカンダウン8で試合再開。パスを選択、パス不成功、ここで奥に走り込んだレシーバーにプレイアクションパス、相手のディフェンスを裏をつかんとしましたが、しかしディフェンスカバーよく、このパス不成功でサードダウンに変わります。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻されます。しかし時計もそこで止まります。富山大学サードウェイト、ここでホイッスル、チームタイムアウト、富山大学ここで2回目です。ここで富山大学後半2回目のタイムアウトを使いました。チームタイムアウトです。あ、間違えた、チームタイムアウトです。本来ならば時計を進めるのを止めるためにタイムアウトを残したいところですが、ここで重要な策を講じたいという判断でしょうか。タイムアウトを取りました。さあ、ここでどのようなプレーを持ってくるでしょう。金沢、それを封じることができるでしょうか。タイムアウトを解けます。富山大学富山大学サードエイト、アイフォーメーションを取ります。パスを選択、パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック、プレアクションから中央を縦上がりました。91番にパス、ディフェンスのデッドヒートでしたが、これはしかしパスキャッチできず不成功でフォースダウンに変わります。フォースダウンの攻撃に移ります。富山大学フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。フォースダウン8、富山大学はパントの体験を取ります。ナイスパント、ここでパンター39番、素晴らしいパントを披露しました。相手がキャッチできない低弾道で、しかし前方に転がる絶妙のパント、これにより金沢大学の陣地を大きく返しまして、ボールは金沢大学16ヤード圏にとどまり、この位置での攻守交代となります。オフェンスが始まります。金沢この状況で有利な地位を欲しかったところですが、しかしこのパントをしてられました。さあ、しかし得点狙います。金沢大学自陣16ヤードからファーストアンテン、パス不成功の判定です。パス不成功の判定です。パス不成功の判定です。レシーバーキャッチしたかに見えましたが、確保しきれないままこのパスを落球しました。パス不成功でセカンドに変わります。パス失敗によりセカンダー点の攻撃です。金沢大学セカンド1点。これはディフェンス踏ん張った。ここで金沢はランニングバック4番にオプションプレーでピッチを託しました。その4番の赤塚の総力にかけましたが、しかし富山食らいつきまして1ヤードのゲインにとどめております。サードンです。中で倒れたため時計回っております。サードンナイン、スクリーンプレーです。倒れない。
さあスクリーンプレーで外へ出します。外を突破しようとしましたが、これは富山大外へ弾き出し、コースに変えます。5ヤードほどの芸によりフォースターストリー、さあ金沢大学フォースダウンスリーの状況、パントフォーメーションを取る模様。残り時間45秒、金沢大学はパントの体験をしています。ここで大きな反対が発生した。この不規則なパントに富山大53番触れてしまいました。したがってどちらが抑えても構わない。それで金沢を抑えたため金沢に攻撃権が戻ります。金沢ファーサー、これにて24秒にしてください。ここで時計に乱れありました。訂正させていただきます。前半残り時間24秒となっています。さあこの24秒の攻防、面白いことになりました。まずはここを生かすことができるか。勝負は24秒、相手陣42ヤードからのファーストアンテ、このチャンス生かせるか。パス不成功、これはディフェンス踏ん張りました。ここで金沢一気にタッチダウンでのロングパス構えました。しかしカバーされているディフェンス陣素晴らしく、そこにラッシュかけましてクォーターバック投げ捨てる形でこのプレー終了です。ダウンとありましてセカンダーに変わります。前半残り時間17秒。時間打点の攻撃です。パス不成功です。パス不成功、ナイスディフェンス。ここでよく走り込んだレシーバーにパスを投じました。キャッチ仕掛けたがそれをディフェンスヒットしまして、パス不成功に返してサードに変えます。すごい攻防です。前半残り時間10秒、サランテン、時間10秒です。キャッチはしているが時計回っております。ランニングダッシュのパスを投じるの原因は少々です。チームタイムアウト、ここに2秒してください。金沢大学、金沢大ここで前半1回のタイムアウトを使いました。試合時間残り2秒で止まった形になっています。ボールオンは相手陣41ヤードの状況でフォースダウン9、金沢プレーでいきます。フォースダウンギャンブル、残り2秒、これがラストプレーとなるでしょう。さあ前半最後のプレーとなると思います。これにより第2クォーター終了、前半が終了します。
前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、富山大学10点、関西大学0点、富山大リードの状態で前半戦終了です。双方とも目覚ましい攻撃を展開しておりました。互いに譲らない攻撃力を披露する素晴らしい一戦となっています。しかしその勘どころで得点を挙げた富山大学、そしてその土壇場で得点を挙げれなかった金沢の、その差が現在の得点差となっております。しかしこの均衡がそのまま保てないほど緊迫した一戦となっています。さあ双方作戦タイムを取るためのハーフタイムに入りました。前半戦の反省を見直し、後半戦の突破口をこれから見出します。それを見出し、その答えを見つけ出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりハーフタイムに入ります。